テロ対策会場阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法。テロ対策会場阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法。テロ対策課以上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法は、テロ対策特別措置法の後継の法律として、日本の内閣が、 第168回国会に提出した衆議院選議の法律である新テロ特措法または補給支援特措法とも呼ばれる2008年1月16日施行2010年1月15日までの次元立法、テロ対策特別措置法が執行することを想定して海上自衛隊のインド洋への派遣によって海上阻止活動に参加する国に対して 呼吸を行う活動を再開することを想定した法案。期間1年の次元立法。支援活動が必要であるときは延長し、必要ないときは廃止する。法改正により1年ごとの延長が想定されている。国会の関与について、旧法に盛り込まれていた国会承認規定は削除されている。それに代わり、実施計画の決定や変更があった場合は、 国会に報告する、となっている。自由民主党、公明党の連立与党が賛成し、党法案は、衆議院では可決された。しかし、第21回参議院議員通常選挙により、与党が参議院で過半数割れしているねじれ国会の中、野党で参議院における、第1党の民主党が反対の姿勢を示したため、参議院では否決され、与党側による、 衆議院の再議決により成立した。衆議院再議決権が行使されて、法案が成立したのは1957年の環境衛生営業運営適正化法案以来51年ぶり27例目。参議院で否決された法案が衆議院で再可決されるのは、1951年のモーターボート競争法以来57年ぶり2例目。なお、再議決の本会議では、 民主党代表の小沢一郎は途中で議場を後にし、投票を棄権したため、共産党や社民党だけでなく、民主党内からも小沢の行動に批判が相次いだ。政府は1月16日には補給活動の実施計画を閣議決定し、1月24日に補給艦、大海及び村雨が出港、2月21日から補給活動を再開した。 2009年1月15日限りで法律としての効力が満了するため2008年9月9日に自民、公明両党による与党補給支援特措法に関するプロジェクトチームで1年間の延長に合意した。その後、臨時国会に改正案が提出。麻生内閣を早期の解散に追い込みたい民主党が積極的に審議に応じたため、 10月21日、改正案が衆院本会議で可決された。その後30日に成立する見込みだったが、内閣総理大臣、麻生太郎が27日、年内には解散をしない意向を明かしたため一点、民主党は継続審議を要請、成立の見込みは立たなくなった。2008年12月12日、参院本会議において否決されたが、 午後の衆院本会議で与党の賛成多数により、再可決、活動期間が1年に延長されることとなった。2009年9月、民主党主導の鳩山幸男内閣において、非延長が決定。これにより2010年1月16日午前0時の期限切れをもって、効力を失い、自衛隊は撤収した。この法律は、我が国が、 テロ対策会場阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織以下諸外国の軍隊等というに対し旧平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合検証の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく 人道的措置に関する特別措置法、平成13年法律第113号に基づいて実施した海上自衛隊による給油その他の協力支援活動が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに貢献し、国際連合安全保障理事会決議第1776号においてその貢献に対する評価が表明されたことを踏まえ、合わせて 平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる劇によってもたらされている脅威以下テロ攻撃による脅威というが未だ除去されていない現状において同理事会決議第1368号、1373号、その他の同理事会決議が国際号のすべての加盟国に対し国際的なテロリズムの行為の防止等のために 適切な措置を取ることを求めていることを受けて、国際社会が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取り組みを継続し、その一環として、諸外国の軍隊等がテロ攻撃による脅威の除去に努めることにより、国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っていること。1776号、鑑みテロ対策会場阻止活動を行う。 諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を実施することにより、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。テロ対策会場阻止活動の円滑かつ効果的な実施に資するため、 自衛隊がテロ対策海上阻止活動に係る任務に従事する、諸外国の軍隊等の艦船に対して実施する、自衛隊に属する物品及び、駅務の提供、船もしくは艦船に搭載する回転翼航空機の燃料油の給油または給水を内ようとするものに限るに係る活動を言い、第3条、第2号、インド用、ペルシャ湾を含むで行うことを想定している、第2条第1項。 実施計画の決定または変更があったとき、及び活動を終了した場合に国会への報告を行う第7条。活動に際し、事前または事後の国会承認の規定は設けられていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。